結構量多くない？いや、火入っちゃえば縮むから大したことねえで、そんな。番組を変えるってのは決定的なこと。お家でね、ガスボンベ1本あればね、一人で鉄板焼肉できますから。坊ちゃん連絡ない？うん、病んでんじゃない？わかんねえけど。だからシンなんかとコラボなんかしなきゃよかったんだよ。特に何も変わらなければいいんですけど。ミックは何が言いたいの？いちいちうるせえよ、お前この野郎。おい、ほら。なんだよ。何回放送したって関係ねえだろ。っていうか、俺ニートなの。むしろ俺働いてないの。そこに、カナン、お前毎回来るってことは、てめえクソニートだけや。いいんじゃん。じゃあ、俺はこれが仕事だけど、このカナンっていうやつ毎回来るからね。大丈夫かよ、お前。クソニートがや。だから小馬鹿にされててもいいんだって言ってんじゃねえかよ。な。泣いてねえだろ。チャンネルと遊びたいですね。いや、よくわかんねえな、アッキー。だいぶわかんない。たまに上がった普通のコメントが、チャンネルと遊びたいですね。何それ。大丈夫。ねえ。行ってこいよ、んなもん。うるせえよ、銀次。知らねえよ、女の寝袋に入ったのか。おめえの予定だろうがよ。パチモンのグラサン外しなよ。レイバン。変なこと言って、だ変なことだろ。だって今チャンネルの話なんか一つも出てねえのに、おめえが言ったあのコメント何？大丈夫かよ。いや、もうさ、もうアンチはもう頑張っちゃうね。
箱だけメルカリで購入とかさ、まあまあそんなものはどうでもいいですけどね。うん、お借り取ってきます。